こんにちは青猫です今回は前回の動画で猫刺繍をしたんですけどそれをブローチに仕立てていきます刺繍のやり方を知りたい方は、えー、前回の動画のリンクをこの動画の概要欄に載せておきますのでそちらからご覧ください、えー、ちょうど刺繍したものに、えー、裏に布を貼り付けてこの工程で終わっていたんですけどその続きからやっていきます まず補強するために貼り付けた布の余分な部分をカットしていきます。刺繍した糸を切らないように、えー、そうですねギリギリ少しだけ内側ですね刺繍糸が端見えるくらいの感じで切り落としていってください。 こんな感じでカットできたら次は刺繍した周り周り大体 1cm ぐらい残ってたらいいんですけどを残して切り抜きます。 この余白の部分を裏に折り込んで貼り付けるんですけど、貼りやすいように切り目を入れていきます。刺繍したところギリギリのところまでハサミでカットします。刺繍糸を切らないように気をつけてください。だいたい間隔としては、1センチ間隔ぐらいで耳のこの尖っている部分は少し 細かめにした方が、後で貼りやすいと思います。切り目を入れたら、次は手芸用ボンドで裏に貼り付けていきます。刺繍の輪郭線あたりは、なるべく塗らないようにボンドをつけてください。裏地を貼り付けて、後で周りを縫うんですけど、その時、硬くて縫いにくくなるので、少し開けておきます。 まず三箇所ぐらいボンドをつけたら裏に折り込んで貼り付けます細かい部分は針を使いながら引っ張ると綺麗にできますこの耳の尖った部分を貼り付けるときは、えー、こんな感じで はみ出る部分を確認して形を整えてから貼り付けていきます。 形を整えたら同じように裏にボンドを塗って貼り付けて針で形を整えます。 反対側の耳も同じように貼り付けたら、残りの布も同じように貼り付けて整えていきます。表から見て綺麗に貼り付けられたら、 このままだとまだ強度が足りないので補強する布を貼り付けていきますこの時も端ギリギリは塗らないようにして全体的に薄く塗り広げてください先ほど切り抜いて余っている布でいいんですけどそちらを利用して補強していきます布を貼り付けたら乾くまで少し待ってもらって 乾いいたら余計な部分をカットしていきます表から見た時に補強した布が見えない程度ですね少し刺繍部分より小さめになるようにカットすると仕上がりが綺麗です。でさらに補強するために同じ作業をもう一度します。 次は裏地とブローチピンをつけていきます裏地はビッグレザーです薄いタイプですこれを乗せてまずは適当な大きさにカットします次は細かくハサミを入れて ちょうどぴったりサイズになるように切り抜いていきます表から見てもはみ出てない程度ぴったり切れたら次はブローチピンを縫い付けるんですがその位置を針で このような感じで刺して印をつけておきますこの裏地にブローチピンを縫い留めるんですけどその前に少ししっかりつけなくていいんですが少しだけ接着剤をつけて貼り付けておきますこうすると糸で縫いやすいです 手縫い糸を針に通して端は玉結びしておきます裏から、えー、針で印をつけた穴を通して表に出していきます。で、まず 下に1針入れます。次は一直線になるように上から針を出すんですけど表の方から針を通して印をつけておくと裏から出す時分かりやすいです。 もう一度同じように縫って二重にします糸はそのまま使って反対側も同じように縫い留めます 縫えたら裏で玉止めしてください。で、この裏地を刺繍モチーフと貼り合わせます。端は少し残して全体的に薄く塗ります。裏地を乗せて軽く押さえます。 貼り合わせたら手芸ボンドが乾くまで待ちますボンドが乾いたら手縫い糸で周りを縦まつり縫いしていきます手縫い糸を適当な長さにカットして針に通して端は玉結びしておきます刺し始めはどこからでも大丈夫です 糸の結び目が隠れるように刺し始めはこのモチーフと裏地の間に糸の結び目が隠れるようにしますで刺繍モチーフの方に針を刺して7 8ミ、mm、リ先あたりのところから出してきて引きますで今糸を出した すぐ下ですね裏地のところを少しだけすくってで針を出すときは、えー、7、8ミ、mm、リ先をから出してくるっていう感じでこれ縦まつり縫いなんですけどこれを一周繰り返していきます裏地は本革なのでちょっと固いんですけど指抜きなんかあると便利です 私はこう刺してから指抜きで押してるって感じです。指にははめなブラそのビッグレザーが手に入らない場合はフェルトや、えー、合皮でも大丈夫なんですけどその時は、えー、この縫い目ですね。今、えー、ビッグレザーの場合はギリギリ端で縫い目小さくても切れることはないんですけどフェルトとか。 火だとあまりギリギリに針を入れちゃうと切れてしまうと思うのでその場合は縫いい目を大きくくしてくださいでこの耳の尖っている辺りは細かく縫った方が、えー、綺麗に仕上がりますので、えー、気持ち細かく針を入れていきます。 こういうタイプの指抜きはこう下に机に置いてこう押し付ける感じで使ったりもします。下に置いて押し付ける方が、えー、と安定するので指で押すよりかは安定するので針を出してくる位置の微調整がしやすいです。で一周縫えたら最後は玉留めするんですけど。 最後の一針は。この刺繍モチーフと裏地の間から、針を出していきます。で、ここで玉止めします。で、玉止めの、この結び目を隠すように。モチーフと裏地の間に、針を。入れて。 で、もう1回ぐらい中に入れて引っ張ります。で、これで結び目が隠れたら余分な糸をカットします。これで猫刺繍のブローチの完成です。えー、今回は猫、ね、の刺繍をまた何かしたいなって考えて、 えー、猫の種類の写真なんかを見ている時にシャム猫が目に留まったのでシャム猫にしたんですけどまた別の柄でも作ってみたいなと思います、えー、こんな感じでカーディガンにつけたりカバンや帽子につけたりしても可愛いと思いますよかったらチャレンジしてみてくださいでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました